的。暴れていくのはヤバすぎる。ジャブ、ナマロ、トゥースマ、ナマロ。さあ配信台映ってるのは、ゼウガルと、タリスカッターですね。さあゼウガル VS タリスカッター試合見ていきましょう。さあさあタリスカッター VS ゼウガル、アマキンフェン、アマキンフェンか、壁なしステージですね。これ破壊を曰くゲロ吐くって言ってました。ゲロ吐く、はい、きついってことね、はい、なるほど。ただそうなんですよ、アマキン側がやれる立場としてはローブローで確定反撃が変化は安いので、まあ ね、そこの部分うまくついていきたいっていう感じですよね、うん、さあステージは壁なしがどう響くのか。フェンはあのー、体がでかいキャラとかは限定で、あ壁コンが壁コンとか通常コンボめちゃめちゃ減るんですよ。減りますね、はい。さあ置き攻め重視、なるほど、はい、踏みつけでこれで 1-0。さあライス防戦一方のタリスカッター、確かにあれは暴れに対しても勝てる選択肢なんですが、海中待ってるんですよね。そうなんだよね、はい、さあまだありますよこれ、アマキンのレイジドライブ、おお13、フェンは逆寸法、ちょっと難しいですよね。ちょっと難しいね。さあこれで 2-0。 はいから下、なんかねアマキンも切り返せる技がないから、そうね、本当に要所であの下段パンチとかこういう浮かせ技とかをちゃんと、うん、なんだろう、当てに行くっていうよりはもうねじ込む形、そうだね、うん、取らないと。さあ確定きっちり、これ減るんですよね。さあ横移動ガード、ローブローから暴れを許さない。あさあレイジ状態、あ安定行動、さあ偉い偉い、今のステップに対して沖のショートアッパー。さあこれで 2-1、 開幕カウンターヒットから、あー今ドキッとしましたね。10連2発目またもカウンターヒット、めっちゃカウンターするじゃん。これねフェンの良くない部分なんですよね。カウンターってめっちゃフェン食らうんよ。確かに、要は有利フレームから割れない連携いくっていうか、フェンは小技重視で立ち回っていくんで、どっかで一発っていうところにアマキンはいい技持ってますよね。さあしゃがみに対して得的対置き攻め重視、下から有利フレーム、いやー読み合い、今の完全読み合いです。出し切ってトゥースマー、危ねプレッシャー、海中待ってますよね。即席暴れていくのはヤバすぎる。ジャブ、ナマロ、トゥースマー、生ろう。さあ最後まで学数を取っておいたのが裏目になってしまう。裏面出たね今の。ただタリスカッター側も偉いのが2発目があったので、あそう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 、終始待っての生ろう対応、これはフェン対策きっちりできている証拠ですよね。落ち着いてましたね、はい、さあこれで 0-1、まあ、タリス君もやっぱあのリターン取れる行動が増えましたね。そうね、初中 RP、まあ、ちなみにあのカストチュー RP 実は、うん、あの壁やられです。そう壁やられなんですよ、はい、置き蹴りを壁際であそうかガードしたら発生12なんで、うん、強いんですよあれ。さあジオメトリックプレーン 1-0 の状態、 0-1 か。さあ起源から、そうただ海中に対してアマキン側も確か今の対応って膝があるんです。膝ありますね。今のはその正解の選択肢を早めに見せていきましたね。さあ体力お互いイーブン、ステップインにウキャクガスカル、逆ワンツーから、うおめちゃめちゃ減ってる。めっちゃ減った。確かに今の状態逆ワンツーがライトと2択かも、ね、ライトと2択かもしれない。さあ1-0。さあソダラクシュはガードやりづらそう、いやうまい徒歩から。はいありがとうございます。さあ2発目だけヒットで壁コーン、うまい
ワンハイ、ガクス。さあ、安定行動。アマキューはここからマクルーには投げ行くか、ドライは早めに決めに行くテッサ。毎回下段しゃがまれたから怖かったけどね、今の。いや、怖いよ。あのテッサもかなり怖い。さあ、ここまでほぼ確定。ジャイセイワンハイからワンハイテッサ、ルースマ、逆圧。さあ、体力イーブン。え、うう、おきりょうぱん、おきりょうぱん、やば。出し切って有利。え、いやー、あ、うまい、えらい。ちなみに多分巨歩で同時押しミスのカウンター。あー、なるほど。よくあるんですよね、多分あれ。ただ今の巨歩読みでもあるロームローだったかもしれないんで、はい。さあ、リーチをかけたのはゼウガル。いや、あれタリスカじゃない、タリスカッター有利フレーム。あ、ゼウガルはここちょっと踏ん張りたいですね。ローブローから逆ワンツー、逆ワンツ ー、ローブロー、流れが来ている。海中読みでローブロ ー、 ローブロー有利、有利。ジャイスイ抜けて後がないゼウガル。あ、あ、値接近まだあるぞ、ガクスンコー。壁際逃がしたくない、ワンハイ有利。逆転劇。ブラスマ打つ場所がちょっと違ったな。あまりにも深すぎるブラスマ。ダブルリーチ。あー、これジャックナイフね、フェンの。さあ、うわ、軸がずれる。さあ、総水から生ローから浮かせない、角反応。ちょっとタリス君の攪拌精度が落ちてきてますね。まだあるぞ、壁、ローブロー、ジャイスイ、ヒヤッとする。カッターからラリアット、ロー、え、ラリアット 2V1。 うわー、強気すぎる。タチとジュートゥースマ、ちょっとやっぱ展開が早いと攪拌のね、ね、めちゃめちゃ惜しかったよね。惜しかった、ね、でもペンのポイントとしてテッサは浮くじゃん。テッサは浮く、でもソーダラクシュ浮かないじゃん。浮かない。 2RK も安いやん。確かに全部判別して浮かすのむずいんすよね。 ごっちゃになっちゃう ね、 ね、うん。さあ、タイスカッターはキャラを変更していく、はい、そして壁なしステージ。壁なしはね、カズミ多分やりたくないと思うな。カズミは壁なしはちょっと嫌だと思うよ。嫌だかな、うん、いや、巨歩で避ける。さあ、魂のキャラ、カズミ。プレッシャー細かくいく。プラマイ確定、ワンツー、疾風コンボ、ローハイから確定、帰れ。わー、素直強かな、素直なレイジドライブ、ね。さあ、割れない、動けない連携、これで 1-0。 さあ、テッサはガードして疾風コンボ、スライディングワンセット、最中、これはね、おー、ちょっと遅れた。お互いよく、そして浮かしたゼウガル、体力イーブン。遅らい。ちょっと待って待って待って、これタリス切れてます。、はい、動き切れてます。生ロー削り体勢、ここからはミスター塩太陽の出番。チップコンボ、リーチをかけたのはタリスカッター。ユリ、うまい、しっかり中断。ワンハイ下から確定きっちり。テッサ、有利フレーム、細かくいく。リードしているのはゼウガル・フェンウェイ。下からレイジ、
横移動、うわー、ちょい待ちクースマン、さばきにも対応した選択肢。さあこれで 2-1 出し切って、13からハイキック、いいとこに置いている。ちなみに差し取っている PRP プライチです。プライチです。暴れポイントなんですよね。うわドキッとする。そうだなって勘きっちりで、下から下、さあ決まってしまうのか。テッサートゥースマ、トーク敵対、でかすぎる。これでダブルリーチ、すんげえ試合だ、すげえ試合だ。苦しいながらもゼウガルがリーチまでもつれ込ませる。さあそうしたら、これはでかいぞ。大きい攻め、ジャブ一発当てる、リーチですね今の。もう一度テッサー安定行動、テッサー生の下から体力ほぼイーブン。いやーどうなるんだこれ。うわー、ここで最速、最速できたー。サーリスカッターが残していた必殺技、ルーザーズ5回戦勝ったのはタリスカッター。